原宿という街への思いなど一言ずつ簡単にコメントをいただきたいと思います。では皆様少し中央に寄っていただいてよろしいですか。おー、すげえ、すごい、ちょっと気になってました素材。ぜひお聞かせいただければと思います。ではまずは浜口さんお願いします。はい、めちゃめちゃ可愛いですよね。なんかもう抱きつきたくなるようなデザインですけど硬いですねでもね柔らかいデザインで、はいはい、非常に二号さんらしい、はい、優しさがあふれるようなデザインですね。はい、ありがとうございます。ではバーバルさんお願いします。はい、あの普段こういったあの何ですか、鉄的なこういうなんかあの銅像だとなんかちょっともうちょっとあの何でしょう、古風なものを想像するんですけど、こういうポップなものが立つってことはすごくなんかアート的ですし、まあ今おっしゃった通りあの本当に二号さんっぽくて、なんか原宿をもっとなんかレベルアップするポイントになるんじゃないかなとか思いました。はい、ありがとうございます。では須田さんお願いします。はい、あの原宿ってやっぱりすごい賑やかで人がたくさんで、なんかすごいハッピーなイメージがあるんですけど、このアベマ像が立つことによってもっとなんかこう賑やかになってみんながハッピーになるんじゃないかなって思うような印象を受けました。ありがとうございます。ではゆりのさんお願いします。はい、なんかすごく可愛いのでなんか愛着が湧いて、私も原宿に来た際にはなんか会いに来たいなって思いました。ありがとうございます。ではメンディーさんお願いします。はい、なんか本当に原宿にこういうスポットって今までなかったので、あのこういったあの像が立つことによってこうなんか待ち合わせとかもしやすいなと思ってて、なんか原宿ってなんかこう駅前集合ねって言ってもあの入り口が2つあって、なんかちょっと説明がちょっと面倒くさかったりするんで、なるほど、アベマ像、原宿アベマって入れたらもう集まれるみたいな、楽になりますよね。うん、誰も迷わない。まあ、今おっしゃっていただいたような新名称になることを願っております。はい、ありがとうございます。ではケイジさんお願いします。はい、もう皆さんが全部言ってくれたんです。本当にすごいいい音が鳴るんで、これみんな叩きに来てくれれば、はい、もう本当に愛着が持てる。もう2号さんがやっぱりあのデザインされて、なんかこれみんなでこう写真撮りたくなるようなデザインなんで、ぜひ原宿に来た時にはみんなで写真撮って。インスタグラムでも上げてもらって、はい、みんなの待ち合わせ場所にしてもらえばと思います。ありがとうございます。ぜひそういった活用もしていただきたいですね。さあ、では最後に2号さんに一言いただきたいと思います。お願いします。はい、今日は皆さんありがとうございます。どうぞ。なんか僕のファミリーみたいな、ちょっと田村賢治ファミリーみたいな。あの本当にこれがあの原宿 の, あの象徴っていうか、なんかそういうあのまあ年を取らない街というか、あのずっと共に生き続けてほしいなと思います。ありがとうございました。それでは以上でアベマ像除幕式を閉会いたします。皆様ありがとうございました。続いてお集まりいただいたプレスの方々からご登壇いただいている皆様へのご質問などをいただきたいと思います。会社名お名前に続いてご質問をお願いいたします。ではご質問のある方はその場で挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。はい、今はもう、はい、原宿デートすることもありますよ。はい、待ち合わせはじゃあ今度これ。そうですね。あと言っちゃうとバレちゃうんで、ね、でもあの待ち合わせすることもあると思います、もちろん。はい、どういうところがいるんですか。原宿が好きなところはどこら辺。やっぱ洋服がいっぱい売ってるんで、はい、そこ人も多いんで、あまりこうみんながみんな人をこう見てなくて、いろんなこう刺激的なものが街に溢れてるんで、そちらの方を注目するみたいで、はい、結構僕は頻繁に原宿は、はい、歩いてますね。じゃあ貼ってたら写真撮れない。はい、今撮られてもそんなに。どうぞ。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいましたら挙手でお願いいたします。
ありがとうございました。では以上で質疑応答を終了といたします。